おはようございます。どうも、マネです。ということで、今回は、AI 自動紹介のコーナーです。今回紹介するのは、こちら。シューン、シュコーン、ビタミンパワー、ゴー、BBB、スーパー BBB、ってことで、ゴーって書いてありますね。ゴー、タクシーゴーじゃないですよ。ビタミンパワーゴー、スーパー BBB。これ、コンビニで見てきたんだけど、なんと、カフェインが入ってるんですよね。リアルゴールドみたいな感じなのかな？カフェインゼロが入ってたってことは。カフェインゼロ同じ順だもんね。ビタミン B1、ビタミン B6、ビタミン B12、スーパーたっぷり、1日のビタミン12種。12種のビタミン入ってんの？へえ、これ体に良さそうなエナジードリンクですね、ビタミン入ってんの。エナジードリンクつったら体に悪いっていう人もよくいるからね。シトラスファイバー、オレンジを含む。あ、柑橘系の味なのかな？ 210ml と。これね、伊藤園さんが出してるんですよ、伊藤園さん。大江お茶とかで有名な。伊藤園さんが出してるエナジードリンクかね。初めて見たな、伊藤園さんがエナジードリンク出してんの。じゃ、ちょっと飲みますか。ん？匂いはちょっと甘い匂いするな。じゃあ、注ぎます。おお ちょっと思ってたより色が黄色というか、オレンジというか、黄緑っぽいですね。で、いただきます。うん。甘くない。味がわからない。味が変える。大丈夫かな？味覚大丈夫かな？もう、エナジーらしくないし、炭酸も強くない。炭酸だよね、これ。炭酸のエネ強くないし、すごいエナジーらしくもない。で、甘くもない。なんだこれは。うん、炭酸より強くないから、炭酸でやった人は飲みやすいかもしれないですね、これは。なんだ、甘くないな。甘くない、これ。なんか、体に良さそうな味はする。カフェインが入ってないからかな。今にないエナジードリンクの味がしますね。うん。なんだろう。オレンジの味もわかんないんだよ。ほんとわかんない、味が。味がわからん。なんだこれは。でもなんとなく、シトラスの香りするのわかる。味が。よくわかんないな、俺これ。匂いはちょっと甘ったるいんだけどさ。でも、エナジードリンクって感じしないね。ジュースって感じもしないな。なんだろう。例えが難しいな、これ。その語彙力がないかわかんないけど、例えが難しいです、これ。でもカフェインが入ってないからね、夜とかでも飲みますからね。夜カフェイン取ると寝れなくなっちゃうんですよ。なんで、午後、夕方になると、まあ、エナジードリンクとか、コーヒーとか、緑茶とか飲まないようにしてるんですけど、紅茶とかもね。でもこれはカフェイン入ってないから、寝る前に、夜動画編集したいなって時とかに飲みますね。そういう時はリアルゴールド飲んでたんだけど、これもいいかもしれないね。元気に力を入れるには。ビタミンパワー GO。名前かっこいいな。ビタミンパワー GO。スーパー BBB。なんだっけな、スーパー BBB って。あ、B1、B6、B12 の役なのか。へえ、そういうことか。なるほどね。うん。あ、炭酸強いわ。強いって炭酸あるわ。少し弱くなかった。よくじっくり飲むと炭酸ありますね、やっぱ。炭酸いいんじゃないかな。はい。というわけで、ちょっと味がよくわかんないのは、俺の舌がバカなのか、味が少ないのか、語彙力なのかわかんないですけど、今回はこちら。
ビタミンパワー GO スープラ BBB を紹介しました。また、アイナジュンクで新しく作られた紹介したいと思うので、よろしくお願いします。よければチャンネル登録、コメントお待ちします。Twitter、Instagram もぜひお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ、またねー。